てカナダさんか。邪魔だ。俺が悪かった。いらっしゃいませ。ん？初めてのお客さん。うちはええもん揃ってますよ。どんな趣味嗜好でも絶対お好みのが見つかりますわ。まあベータか VHS かだけは気ぃつけてくださいね。俺は立花不動産のもんだ。小田から話が言ってるはずだが。なんや、そんじゃあんたが桐生さん。ああ。ほなちょっと待ってな、奥に部屋あるから。ん？特別なお客にはここ、中に電話もあるで。セラいう人からの電話がそこにかかってくる。ここはあんたの趣味の部屋ってことか。立花さんもお気に入りやった。この部屋作る金全部出してくれたしな。まあくつろいで。ほんで立花さん元気しとる？ああ、まあな。人工透析でしんどいんやろ？蒼天堀いる頃はまだ透析やってなかったんやけどね。あんた
橘とは長いのか。どっちか言うと小田さんとの方が長いな。僕は小田さんともう二人くらいでケチなグレンタイやっとった。そこに2年前一匹狼やった橘さんが現れたんや。きっかけは肩がぶつかったとかしょうもないいざこざやったと思う。せやけどたった一人の橘さんに僕らまるでかなわんかった。喧嘩で負けたことない小田さんかて子供扱いやったで。今の橘からは想像つかねえな。まだあの人が片腕なくす前の話や。せやけど橘さんにボコボコにされて意外やったのは小田さんの反応やった。ん？橘さんの器量にぞっこん惚れ込んでしまいに自分たちの頭になってくれってな。まあ貫禄の差や。橘さんは生い立ちからして普通とちゃうしね。何のことだ？聞いてない？橘さんは中国残留孤児の2世やで。中国残留孤児？橘さんのお母さんは日本人やった。中国で生まれてすぐまだ赤ん坊の頃に戦争の大混乱で親と離れ離れになって旧満州に取り残されてな。中国人農家に拾われて年頃になるとそこの子供と結婚させられたらしい。橘さんはその間に生まれたんや。橘さん日本人の子や言うて周りからえらいいじめられたそうや。戦争のことで中国人はみんな日本を恨んどる。日本人言うだけでいつ殺されてもおかしない雰囲気やったけど、その土地のマフィアだけは橘さんを理不尽な目に遭わさんかった。連中もほとんどが金なかったり家柄悪かったりの鼻つまみやからな。で橘さんも自然とガキン頃からマフィアに馴染んでったそうや。僕らとじゃ年季がちゃう。小田さんなんて年は自分の方が上やのに橘さんのことは兄貴や呼んどった。小田。よう、店はほったらかしか。客が困ってたぞ。あれほんま？ほなごめんな、ごゆっくり。あいつ話長かったろ。ああ、あんたらの話を聞かされてた。もしかして俺が社長に惚れ込んでたとかって話か？話半分に聞いとけよ。それよりあんたの方は案外戻りが早かったな。ああ、でも面白い話が聞けたよ。何日か前牧村誠の死体ってのが蒼天堀に浮かんだらしい。何？本人は生きてんだからもちろん別人だ。他にも何件かドンバチあったらしい。要するに近江だか渋沢組だかがいろいろ動いてるってことで、そいつらは今も牧村誠を狙ってる。ま、愚痴っててもしょうがねえ。電話番号ある。飯でも食ってきたらどうだ？え？いい大人が二人して電話番することねえよ。それもそうだな。Thank you.
子ちゃんが一人。ケツ毛までむしったるわ。何なんだ。何食うてすがった承知せんで後悔するな。気に食わねえ。邪魔だ。いらっしゃいませ。
ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。やんのか。